どうも、田島清志郎です。血の塊だ出来物の。いや、何しようかな。今日はお家にあるピザでも食うか。ピザな、俺家で食うピザ嫌いなんだよな。やっぱピザはさ、ピザアラだよ。もしかドミノピザとかだよな、だよな。おしまいだよ、もう全部おしまい。いや、ブックウォーカーでさ、とあるシリーズが安かったから全部買ったわ。安くなってた。まあ元がいくらかわかんねえが 70% オフらしいのね。レールガンなんたらに関してはもう 80% オフよ。ああ、もう買いよ買い。1月6日の9時59分朝のね、すごい中途半端なうざ時間で買ってくるので、ちょっと俺がもしね、スーパー睡眠をとって、もしねその時間過ぎたら怖いので買っときました。でもね、読めないね。やっぱライトノベルって全部そうなのかわかんないけど、クソみてえに読みづれえね。なんかマジで読む気起きない、本当に下手なんだろうね、やっぱ。設定とかは面白いよねとか言うけど、なんかね。まあでもこれからさ、その文章も上手くなってくるから、最初の方だからそれはしょうがないんだけどさ。ディゼロでもそうだったんだよ。ナロー系見てて進まねえんだよ、話が。まあでも、まあとある読みますけど、別にね。まあじっくりと読んでいこうかなとは思いますよ。そういう、まあ、娯楽っていうか、あとはボボボボボボも読んでて辛いわ。なんかもう別に。そら、おもろいギャグとかさ、俺が別に面白いことする人じゃさ、無理だからさ。だって、ぶっちゃけ、俺の方が、俺が好きなおもろができるから、俺多分ギャグ漫画見れないよね。もう、おもろすぎて。っていうのはね。ギャグ漫画的な面白さは出せないんだけど、自分が好きな面白が自分でできちゃうので、漫画見なくていいんですよ。ほんと、あとは、漫才とかコントとか、ラジオ聞くしかなくて。まあでも自分が喋ってるのが一番楽しいなって、もう娯楽を超越した。俺すべての娯楽に完全勝利しました。自分の中で。でも漫画まだやっぱ強いな。漫画ってやっぱ楽しませるために作ってるところあるからさ、ずりーのよ。マジでチェーンソーマンも呪術廻戦もグッティンググッター。早らそうとしてるわけじゃなくて、もう、ティングッターみたいな、そう、ティングッターみたいな感じで言うのが好きすぎて。まあ、好きすぎては言い過ぎ。好きでね。ちょっと言っちゃうのよ。いや、ほんと呪術廻戦もチェーンソーマンもおもろい。もう、ハンターハンター打ち切りでいいよ。もう。今まではさ、こういうすごい漫画が出てこなかったから、別に、みたいな。感じで、2019年の初めあたりに連載終わったんだよな。10週だから、始まるよみたいな感じで言って、2月くらいに連載終わって、そのまんまでしょ。でも多分あれ2019年の2月の話じゃないよな。2019年2月だったら俺ジャンプ持ってるはずなのよ。その時乗ってる可能性もあるな。あ、でも乗ってるかもな。チャララ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 チャラチャラチャラ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 チャラチャラ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 ラチャ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 あれ、もしかして2018年の初頭に終わったの？で、2019年は一回も連載せずに終わったんだよね。なんか、本当はもうちょっと休みたかったけど、なんか無理ってやっちゃったみたいな感じでしょ？でも、富樫死亡説ないの。でも結局なんか、やっぱその漫画家は好きな漫画描くとさ、ダメだね。小田先生はあの人多分漫画と編集者の才能をトリプル S くらい持ってんの。多分、監視もすごいんだろうし、少年が見たいもの、まあ、少年がどういうものが好きかっていうのをなるべくどうのこうのみたいな感じで、でも全部が全部少年が好きとはできないじゃん。
やっぱりドラゴンボールとかさ、俺あんま好きじゃないのドラゴンボール。すごいおもろかったんだけど、マシリトさんの言ってる見た後何も残らないって意味がちょっと分かった。うん、面白いんだけどさ、なんかなって感じで、やっぱ漫画としてのレベルはな、その技術的なね、構図的なものを出されたら俺は分かんないんだけど、それだったらやっぱって感じだったな。なんかまあでも何十年も前の漫画だからすげえなと思いますけど。だって魔人ブー編だって終わったのがさ、ワンピースが始まる2年前くらいで魔人ブー編終わったんでしょ？って考えたらすごいよね、ドラゴンボール。あんな昔の20年前、もう下手し、まあ30年前だよね、30年前の漫画であの面白さだったって言うんだったらすごいなとは思う。でも今はやっぱそのいろんな面白い漫画を見てきたあの天才たちがさ、影響触発されて今作ってるわけで、ブリーチとかハンターハンターとかさ、まあワンピースもそうだし、まあワンピースがでかい気がするけどな、あれ本当に漫画ってものをガラッと変えたっていうかさ、結局そういう深みみたいのがやっぱなかったわけよ。ある意味少年的だったっていうか、ドラゴンボールとか見た後何も残らないっていう言ってたから。でも俺マシルドさんあんま好きじゃないんだけど、でもやっぱりすごい、そのワンピースがなかったらもう漫画全然違うと思うから、より作品に近づいたっていうか、面白い。でチェーンソーマンもおもろいしな。でもすごいね、映画的なやつはできないって言って、あの岸田さんだっけ、ナルトの作者が言ってたけど、チェーンソーマンをやるっていうね、もう才能の違いなんだろうね。そういうことができる人はできない人はいるよと、自分にはできないって話なだけで。うん、いやでもチェーンソーマンマジでおもろいよな。最近も面白い、うおーってきて、もう今週のジャンプバチクソ最高、全部おもろかった。でもねえ、ドクターストーンは救済ですけど、ドクターストーンもね、っていうところで止まってるんで、ちょっとね、意味わかんない表現してますけど、まあ、ちゃんとやっぱ人を完全に壊せるんだね。あの、2本同時連載って。ちゃんと人を完全に破壊することができる。それも、たった7週ってわけじゃない、7週くらいか。人を完全に破壊することができるんですね。すごいよ。まあ、週刊連載めちゃくちゃやってるだけでもね、人は、まあ、壊れますよ。うん。人を完全に破壊することができる。ね。あの、みんな、結末は終わりなん、おしまいなんです。絶対何か壊すし、入院したりとか、まあ、富樫先生はね、腰やられてるし。うん。でも結局、ハンターハンターを待つ理由ってさ、今の王位継承編の面白さとか、うんぬんに、旅団とか、ひそかの絡みとかさ、そういうのを待ってる待ちの時間じゃん。うん。結局。あの、ぶっちぎりキャラクター多いのしますよとか言ってるけど、なんかまあ、魅力的なキャラクター、全くいないじゃん。まあ、カスみたいなモブしかいないじゃん。モブのくせになんか名前持ってるみたいな。そんなカスみたいなやつらしかいないじゃん。うん。まあ面白いんですけど、それでも。普通にね。でも、話が進まなすぎるし、あの、よくわかんないね。再開、連載を再開したらさ、単行本発売するみたいな、カスみたいなやり方してるから、うざいの、本当に。あれが。あれはうざいな。休まないでほしい。もう、あれだよね。もうその、手、腕、両腕と頭以外をロボにしてほしい。ロボっていうかサイボーグか。もう腰が悪いんだったら腰をなんかね、腰ロボットみたいなのしろよ。人工骨、人工腰みたいなのしてさ、もう最強になってくれ。でもそこまでしたくないんでしょ、結局。まあ、できたとしてもね。まあ、できたとしてもしないよな、だって別にさ、金あるし。もうそれが一番嫌だよね。金あるのに、面白い作品作っちゃって作らない。バガボンドみたいな。多分バガボンドも面白いんでしょ。めちゃくちゃ売れてるし、でも、ああ、なんかもう、いいかなって。作らない。あの、作ってないじゃん。うん。なんかよくわかんねえ漫画はさ、電子化してるくせに、バガボンド電子化してないじゃん。キッ！ま、キチガイって言いそうになっちゃいましたけど。なんかよくわからないよね、電子化にしない理由って。嫌がらせだよね、単純に。うん。でも俺は、サムライエイトは別にいいの。だってあれ、あの、面白くないじ
面白くないのは俺別にいいのよ、やっててもね、全くワクワクしないし、まあ、主人公がさじゃ悪いけどさ、打ち切り組と思わしきものは別に興味も湧かないの。だから興味を湧かないっていう点で、ああまああのなんとか8っていうのは嫌だなっていう、なんか好きじゃないよね結局。うん、ずらしなんですわーみたいなこと言ってる。キメー漫画家。うん、でもまああれがナルトの作者なんですよ。やっぱりその織田栄一郎がちょっとヤバすぎるってだけで。やっぱ本当に織田栄一郎やばいんだろうな。編集者に、なるべく口出ししないでくださいねっていう漫画家。で、あそこまで売れる。怪物じゃん。多分絶対なんか、多重人格じゃないけど、編集者の人格と漫画家の人格、少年織田栄一郎、織田栄一郎みたいな。潜水くらい人格あると思うな。それはないよ。4つくらいだ。いやでもすごいな小田先生、やっぱそういう客観的な見方じゃないけど、まあちゃんと技術、面白くなるための技法とか技術もちゃんと勉強してるだろうし、それだけじゃなくて天性のセンスもあるし、ギャグセンスもいいとこついてくるギャグなんだよな。うん、好きだわ。ちょうどいいギャグっていうか、めちゃくちゃ光るわけじゃないんだけど、でもまあ面白くて、だからといって変じゃないみたいな。うるさ。やっぱワンピース面白いな。みんなあの漫画さ、やっぱ売れてるからどうのこうのって言うか、やっぱ漫画としてすごいよ、やっぱ。わかんない。いや、漫画として全然わかんないけど、やっぱちゃんとおもれえわ。あれが一番面白いかっていうのは、俺の中であれが一番面白いと思って、やっぱワンピースは。やっぱ漫画ね、2回目見れないなって思ったけど、見れるわ。最近の面白いもん、呪術廻戦とか。まあ、中堅って言われがちだけど、やっぱ漫画としての面白さは尋常じゃないと思う、やっぱり。うん、まあでもそれからまあいつかね下がるときなんかつまずいちゃう時も来ちゃうんだろうな。うまくいかないときも。チャチャーン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 チャジュン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 何を口ずさんでたか分かんない。なんかカービィのエアライドのなんかどっかの曲だった気がする。盛り上がる寸前のあれみたいな。というかもう盛り上がる寸前でもう盛り上がってるところみたいな。BGM のところね。いやでも、中堅ってまあ売り上げはさ、確かに難しいよ、やっぱり。凄まじい売り上げって出せないけど、面白さはやっぱりやばいな。呪術廻戦もさ、チェンソーマンも。おもれー、おもれー、おもれーよー。だって俺もうバトル漫画大好きだから。なんだかんで言って侍だもん、連載続けてほしかったな。確かに、めちゃくちゃ光るものはないかもしれないけども、とにかくこれバトル漫画を目の中に入れときたい。目の中って、なるべくバトル漫画で埋め尽くしていきたいから、じゃあ、なんとかのスレイブ的なやつも見なきゃな。うん、漫画大好きだからな。おら、漫画が好きだからよ。うん。漫画って面白いからな。脇汚いから。いやまあブラッククローバーも別、ブラッククローバーな悪いけど、まあ、そこまで、あま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 あそれは面白い、まあおもろいっすけどね。
でもやっぱすごいわ、チェーンソーマン。豊作だよ、黄金期で。面白さだけで言ったらマジで今おもろいと思うな。やっぱレベル、漫画のレベルってどんどん上がってってると思うから、うん。まあヒーローアカデミアもおもろいし、やっぱヴィランの時も面白かったよな。うん、やっぱ叩かれがちだけどやっぱおもろいわヴィラン。うーん、あ、鬼滅の刃もあるしな。すごいな。すご。もう言わず、うわ、すごいな。まあ大好き俺は、チェーンソーマンと呪術廻戦。僕のヒーローアカディアンもどうかな。ああ、そう、今週も面白かったな。普通にって言いがちだよ。呪術廻戦熱いわ、熱、激アツ。チェーンソーマンも熱いし、あちち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 、熱いねー、熱いねー。いいわ。確かに売り上げ的で言えば黄金期みたいな感じで、この時代すげえよなってみたいに言われがちだけど、面白さは今がやばいよ。これにハンターハンターが来ればねって思ったけど、ハンターハンター大しておもろくないからな、今はね。絶対面白くなるっていうのは分かってるのよ。暗黒大陸だの、そのそこまで長いんだよ。あ、面白くなる気配が全くしない。うーん、それがいけないよね。全然面白くないもん今、本当に。で、すぐ言う、可愛いキャラ殺すし。でもまあ、可愛い女殺しときゃいいだろう、みたいな感じで殺しやがってよ。本当に。あ、でもやっぱ漫画家好きなことやらしちゃダメなんだね。うん。マジで好きなことやらしたら鬼滅の刃もすげえ主人公になっちゃうもんね。なんか、めっちゃ欠損してるって。なんか、義足で片足なくて。腕なくてみたいな、目欠損しててみたいな、なんかそんな主人公出してきたみたいな。それなのかその短編があるのかわからんが、欠損マニアなんだね。ワンピースもなんだかんだ言って欠損好きだしね。あのね、あのドレアラバスタのね、反乱軍のね、うん、こうなってもかって言った時に肩がなくなってるやつがね、マニアック出すなよな。あれサボって言いがちだけど、あいつの名前忘れるんだよ。うん。あいつさ、全然使えないんだよ。あの、トレジャークルーズで。斬撃タイプの攻撃力 1.5 倍とかさ。鉱座だ、鉱座。こうつけんね。コビーと被るだろ。鉱座ね。鉱座の、こうなってもみたいな感じで。別に鉱座の肩ないんだよ。もう片方のやつがなんか、布みたいに出て、ここ肩が吹き飛んでるって。俺たちは怖くて仕方ねえんだよ、みたいな。ね、本当にそういうことを言ってガキを追い払うっていう、怖くて仕方ないよっていうシーンでね、肩が吹き飛んでるやつがいるんですよ。すごいな、どうなってんのって思っちゃった。まあボカーンってなって熱でジューってくっついちゃったんだろうね、肩ないのに。うん、まあでもあの世界のやつらの体格よくわかんねえからな。まあ決勝もまあシャンクスしかり、キッドしかりよ。うん。で、ゾロもなんか赤眼になってたし。まあ、あれは、レイリーみたいに。でも、レイリーも赤眼になってるけど、相手んでな。赤眼になったらなんかもうめっちゃ強くなるのかな。うおー、よく見えるぜーみたいな感じ。逆に赤眼だから強いってのもありそうだけど。でも、赤眼解禁したら結構強くなるのかもね。つか、なんかいつの間にかめちゃ開いてるみたいな。強くなったら。いや、わからん。あの赤眼の意味。でも、レイリーさんも開いてるから、時間が経ったら開くんだろうな。パカッて。って開くねえ、誰だ、あと欠損してるのはひどい。そうだった、一番忘れてた、犬嵐と猫マムシがさ、何あの欠損やりすぎだろ。小田先生やっぱ
いい漫画は欠損に好かれちまうんだな。いや、欠損が好きなんだな。でもハンターハンターもそういうの多いよな。あいつわしより強くねみたいなね。だからやっぱハンターハンター最高だよな。確か五六みたいのがあるじゃん。サム八で言うイースカみたいなね。サム八イースカ修正されましたかね、アニマンチャンネル見てたら。俺買ってないのでサム八は。確かにね、俺は最初はなんか誰かが言ってたよな。いや、サム八あんま面白くないなみたいな。いや、そんなね。いや、おもろいでしょみたいなって言って、ほんとつまんなかった。ちゃんと正しいこと言ってたんだな、この人は。でも、ワンピース何度も読めるって言うけど、俺2回目読んでないよ、別に。単純に今、鬱が悪化してるのでっていうのは言い訳にして読んでません。ワンピースはなんだかんだ言って、いや、でも、長寿戦争編がすごい、やっぱ、あのスピード感がマジですごい。それが今の和の国みたいな感じで、まあ、長寿戦争ほどのギュッとした感じじゃない、これからだとは思うんですけど、やっぱりね。うん。シャンクスとバギー、ミホーク合流するのかな？で、戦うんかな？で、まあ、なんだかんだ言ってバギーってそんなやられてないよねっていうのを見て、あ、確かにって思ったんです。ルフィと戦っても確かに金敵とか蹴られてね、もう、なんだかんで言ってやっぱ絡めてみたいなね、弱点を突かれて負けてる感じで、あれ？ちょっと強くね、他の奴ら全員気絶とかしてるんで、まあ、アルビダがめちゃくちゃ吹っ飛ばされてる。まあ、でもやられて、まあ、アルビダも結構強いのかもね、吹っ飛ばされてるし、すべすべの身だし。そんな強いわけじゃないけど、それはわかりますよ。まあ、モーガンもね、モーガンはゾロに切られたのか。ってなって。で、まあ、クリークも、ああ、俺が最後なんだってなって発狂してたんで、まあ、ほぼやられたに近い。うん。アーロンも、グデーンってしちゃったし。って考えたら、バギー強くね。でもやっぱ一番最初のボスだからな、バギーは。で、そういうこいつずっといるもんな。なんでこんなことになっちゃうんだ、なったんだろうなって思ったけど、それは連載当初だからしょうがないと思う。やっぱ連載で、そんな緻密に作ってらんないじゃん。まあ、作ってるところはあるから余白を残りつつ、大きすぎる矛盾っていうのはなくしつつ、まあ、でもそもそもルフィの帽子に、シャンクスの帽子に唾つけたのって別に、シャンクスがどういうやつか知ってるからじゃない。唾かけられても、って笑うようなやつだし、シャンクスの弟子ってそういうの憧れてるのに近いのかもしれない。じゃあこいつ怒んのかな、怒んないのかみたいな。まあ、試したに近いし、そもそも、まあ、悪魔の実食ってさ、食いたくもない悪魔の実食ったし、宝の地図もなくなったしって言って、まあ、その恨みは強いんだろうね、別に。やっぱ、で、倒せないしね、やっぱシャンクス。強いから。いくらバラバラの実でも。思いっきりぶん殴られ、まあ、殴られることもないし。だそれもあるんだろうな。勝てないのもあるし、そもそも兄弟分だから。で、手は出ないし。あったらね。うん。そう、ね、胸ぐら掴み上げる別にやっぱ。その底の部分ではみたいなところあるから仲良しっていうかほぼ兄弟だからね。なんかシャンバギ来てるみたいな、まあ俺そういう話するつもりないんですけど、やっぱりでもやっぱほぼ兄弟じゃん。だって赤子っていうかゴッドバレーの戦いでもし赤子で、でも面白い考察だよね。バギーとシャンクスどっちかが天竜人かわからないっていうのは俺面白いと思うわ。うん、それでシャンクスが一応天竜人を使ってる、やっぱバギーが天竜人どうのこうのが大変だから、じゃあ俺が天竜人ってことにするよみたいな感じでやるみたいな。で、一応出入りもできるのかもね。でも実はシャンクスはあれなのかもね。天竜人じゃないかもしれない。その考察は面白いわ。でも考察よくするな。で、バギーが高熱を出したのはそのラフテルに近づく、天竜人は近づけないような仕組みじゃないけど、ウイルス的なね。仕組みが出来上がってるんじゃないか。だから、バギーが天竜人で。でも、どっちかが分からないと。ロジャー海賊団にいる、拾ったゴッドバレーの戦いで、拾った子供がシャンクスとバギーらしい。でも、どっちかが天竜人の血を引き継いでるか分からないみたいな。うん。一応、天竜人は守った戦いなんだけど、やっぱその天竜人の権力を手に入れようとしてたロックスの息子なのかもね。ロックスが天竜人の子供を産んで、
その天竜人の権力をロックスは手に入れて言おうとしたのかもしれない。でそれを止めたのがロジャーやレイディで、ゴッドバレーに何があったかわからん。多分ウラヌスじゃない。ウラヌス、古代兵器ウラヌスだと思うな。うん、ウラヌス、プルトン。でもノアって全然関係ねえからな。なんか俺はなんかノア、プルトン、あ、ノア、ポセイドン、プルトンみたいな感じでやってるけど、ノア全然関係ないし、ただただめちゃくちゃでかい船ですから、あれは。多分、魚人島のやつは全員乗っける船なのかな、あれが。どこに連れてくんだろうな。まあ、上に連れてくのかもね。魚人島がどうのこうのって言ってたから。まあ、みんなそこでね、乗せんのかもね。まあ、後々シャーリーの予言も、まあ、太陽のもとに連れていくための船なのかもね。でも空白の100年ってことはさ、そこの情報がやばいわけで、そこにいろいろあったんだよな、多分隠したい情報が。でそこから時は来てるから、なんか時はその回想時点で820何歳と830歳くらいいってんのかな、それくらいで、空白の100年の人物らしい。でジョイボーイもそういう人物らしい。で最近明かされた情報では、まあそういうね、プルトンじゃなくてラフテル、ラフテルに上がったのが、上がってお前の時代に生きていたかったみたいなこと言ってるから、もしかしたら D の一族の技術っていうのがめちゃくちゃすごくて、800年前のなのにすごい技術だったみたいな。まあね、プルトンとかそういうのが作れちゃうから、やっぱそういうとにかく技術国だったのかもね。 D の一族みたいのがプルトンも作ったし、ノアの箱舟も作ったみたいな。でもノアの箱舟もまたあの一族がどうのこうのって言ってるからね、いろいろあるのかもしれない。うん、でも俺は全然考察しないわ、できない俺には、あんまよくわかんないし、何も考えずに楽しみたいよな。でもそんなやつでも考えちゃうのが黒ひげの正体っていうのがうまいなって思うんですよ。謎を思いっきり引っ張るよ、ことによってやっぱ考えざるを得ないくらいに黒ひげの能力って、なんでケルベロスなのか。でもアシュラっていうのはないの、あ、鬼鬼の実モデルアシュラ的なさ。ケルベロスは3つあるからってね、人の頭が3つなのにアシュラだから3つっておかしいでしょ。じゃあ人獣型みたいになったら顔が3つなのか。でもアシュラ危機急騰流出てくる、まあ、危機急騰流はめっちゃすごいわけよ。あれは危機って言ってんのもよくわかんねえな。鬼の一族みたいなのもあるのかな。だからとんでもない教師になったら幻覚、でもなんか、そもそも幻覚はちょっと見せれてえな。米ズビ、眠らずの塔じゃないけどさ。塩ビマ、なんたらなんたらみたいな必殺技があるんですよ。あれも幻覚がちょっと出てたんですよ。刀を、グイン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 みたいに。いや、でもその前にバギーの戦闘シーン見まーす。でもなんだかんだ言って最初にバギーって結構ついてないね、ルフィも。でもやっぱりなんだかんだ言ってルフィ一人だけの勝利っていうのがあんまりないよね。ルフィが仲間を頼っている理由がわかるっていうかさ、本当に一人だけの勝利っていうのがないなって。だからこそやっぱり、ね。いやでもやっぱすごいな、バギー。ちゃんと技食らってねえもんな。
でも本当に最後の最後にバギーは食ってんだね、悪魔の実。全然風呂入ってねえよ。でもなんだかんだ言って全然やられてないな、バギー。まあアルビダは一発だったけどさ、バギーやっぱ強いんだね、ちゃんと。ルフィの攻撃何発食らってもさ、ね、弱いわけじゃない、弱いっちゃ弱いけど、なんだろう、弱さにも変な弱さだね。うん、タブサは、まあ、初期のルフィだからって言ってもさ、まあでも弱いっちゃ弱いんだろうね。でもそれでもやっぱりパリアツね。